どこまで逃げ回るつもりなんだよ。ここがあいつの部屋か。床が真っ赤か。普通だか普通じゃねえんだかわかんねえな。あ、動ける動ける。宇宙に興味あるのかな。なんもないよ。特に光ってるオブジェクトとかはない。全部読めるんじゃない。ベッド、月が映ってる。これは？これ電源つくのか。ああ、入れます。ニュースかな。〇〇州〇〇の民家でガードナー夫妻の遺体が発見されました。遺体には刃物で切りつけられた跡と拳銃の弾痕があることから殺人と見られています。死体は死後1週間以上経っており、損傷が激しく糸で不自然に縫い合わされている状態でした。その近くにいたガードナー夫妻の娘であるレイチェル・ガードナーは無事保護されましたが、言動に混乱が見られるため現在詳しく事情聴取をしているとのことです。レイチェル、今日は少しだけ深く話してみてもいいかな。大丈夫、恐れることはないよ。じゃあ、そうだな。君にばかり聞くのは悪いから、僕の話でもしようか。こっちを見てくれたね。やっぱり君はすごく綺麗な目だ。あのね、実は僕の片目は義眼なんだよ。生まれつき片目がなくてね。子供の時は母さんがそれをひどく気に病んでた。病んで病んで、とても暗い瞳をしていたよ。暗くて静かな目はいつしか子供の僕さえ映さなくなっていった。でも僕はそんな母さんを愛してた。その瞳が愛おしかったんだ。ねえレイチェル、君はご両親が憎かったかい？いいえ。ではどうして切ったり縫ったりしたのかな？家族が欲しかったの。そう。きっかけは何だったのかな。きっかけ、何だったかな。
そういえば、家の近くの路地で子犬を見つけたんだっけ。小さくて可愛くて、でもとても弱っていて。あ、ごめん。レイチェルが話してた。ごめん、先生が。あ、そういえばそうだったよねって言ってんのかと思った。私、その子犬がとても欲しかったのだけど、勝手に家に持って帰ったら怒られるから、先に家に帰って子犬のことを話そうと思っていたの。どうしてお前はそうやって俺に歯向かうんだ。だってアルコール中毒患者の言うことなんて誰が聞くっていうの。俺は働いて帰ってきたんだ、帰りたくもないこの家に。偉そうに何を言うの。あなたみたいなアル中の警官なんて誰にも必要とされてないのに。ああうるさい、先よりもお前の言葉の方が毒だ。痛いわ、やめてやめて。お前みたいな精神障害の嫁をもらった俺は不幸だよ。それはお前の存在が不幸だからに違いないんだ。なあ、どうしてお前はこんなに不幸なんだろうな。わあ、あなたが私をこうしたのよ。あなたのせい、あなたのせい。まあこれは辛いな。今日はキッチンにいるな。今日はか。話聞いてもらえるかな。はい。あ、お前遅くまでどこを歩いていたんだ。相変わらず無言か。頭動いてるのか。あの、はあ、お前も俺に文句があるのか。待ってちょうだい。あなた、お金を持ち出してどこに行こうっていうの。酒？それとも女？また私を不幸にするのね。笑うな、耳障りだ。俺は俺の幸福を買いに行くんだ。なら私の幸福も買ってきてくれるかしら。不幸な私にも幸福とやらを買ってきてちょうだいよ。不幸なだけでなく、お前は金まで食うのか。精神病で家計のやりくりもできないのに、そうやって全て私のせいにする。私に押し付ける。うわー、汚い男、汚れた手で私の人生まで汚した。頭も体も性でも酒に侵されてる。わあ、もうレイチェルは心に蓋をしている。ねえお父さん、あのね、はあ、どこまでも不幸しかない家なんだ。俺には酒が必要なんだよ。一人だけ逃げないで。あなたがこの家を、私をぐちゃぐちゃにしているの。私が悪いじゃない。全部あなたのせい。あ、痛い、このローナシー。うるさい、この発狂な。やばい、もう、あなたと結婚したせいで、私はもう終わりよ。な、不毛だ。はあ、俺は何も殴りたくはないんだ。でも殴らせるのはお前なんだよ。頭がおかしい女に何を考えてるのかわからない不気味な娘。
俺の人生はお前たちがクロスで地に落としたんだ。ごめん、私の口が回ってない。お母さん、いつか、ああ、いつか私やる。話を聞いてもらわないと。待って、爆発寸前すぎる。なんか進めたくない。あ、動いた。進めたくないんだけど、もうちょっと待って、ちょっとお水飲ませて。 さあどうしよう。 どうしよう。鼻足折れてきてる。こっちっていいのかな。打ち抜いてやるじゃない。私に何かあったら反対にこれで、あいつを打ち、して、これあれ、あれだ、ここで今罠仕掛けてるんだ。ここ。私が一回、引っかかりそうになった。さあ、まあ見なさい。私の切り札はここに隠してある。もしそうなったら、あいつは後悔して泣きわめけばいいの。私に頭を下げて、お前が正しかったって言えばいいの。私のせいじゃない。こうさせたあいつが悪いの。お母さん、レイ、何してるの？見てないです、私何も。お母さん、あのね、話を聞いてほしいの。あのね、私は今あなたに構ってる余裕はないの。ぐしゃぐしゃにされたキッチンを片付けなきゃいけないし、あなたの話をおとなしく聞く余裕なんて心にないのよ。聞いてよ。勝手なことしたら怒るでしょ。あ、これちょっと辛いな。すごい。なんであなたも言うこと聞かないの？もう言うこと聞かないに入るんだ。ねえ、私はね、あなたが言うからこの地獄に足を取られてるのよ。あなたの存在が憎いのよ。あいつとの交わりを見ているようで気持ち悪くて仕方ないのよ。2階の自分の部屋に行きなさい。お母さん、言うことを聞いたら私の話聞いてくれる？早く行きなさい。これ以上、私を不幸でひどい母親にさせないで。誰も誰かの言うことなんか聞かない。なんでだろう。お母さん、あそこに何を隠してたのかな。言うことを聞かせる切り札？わあ、これ調べていいの？あ、そうなの？拳銃。こんなもの、ここにあったんだ。切り札。結局誰も私の話なんて聞いてはくれなかった。それからしばらくして、あの時の子犬をまた見に行ったの。そしたら子犬はもう弱っていて、今にも死んでしまいそうだった。私がその子犬に触れようとしたら、
子犬は私を噛んだ。そこから家に帰るまでの間はあんまり覚えてない。気がついたら私は自分の部屋の中でその子犬を直してあげていたの。でもそれはすぐにバレた。あの日のお父さんとお母さんはとっても騒がしかったな。いい子だね。とっても可愛いね。ずっとそばにいていいんだよ。大丈夫。怖くないよ。お前のせいだ。お前が狂ってるから。あいつはおかしいんだ。これはお父さんのセリフだよね。いいえ、あの子の異常はあなたのせいでしょ。我慢ならない。ねえ、何する気なの。あ、今日はひどいな。キッチン覗いてみようかな。待って、これ関係？オルゴール、今はいいか。ああ、でもこのオルゴールの音好き。今日の月は大きくて青いな。眠たくない。下が気になって眠れないか。行くぞ。ふう、もうボロボロだ。これそういうこと？ちょっと入ってみよう。こっち鍵かかってるのか。でもさ、こうなってても寝室は一緒に使ってるのかな。なんか、はい、キッチンでしょ。あ、これ持ってく持って拳銃が入ったままだ。こっちだよね。あれ違ったっけ。あれ、この構図てん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 。進むよ。そこで見たことはとってもよく覚えてる。そこで何してる？見たな。見たんだな。俺はな、最初からいらなかったんだよ。ここにあるもの全部俺を不幸にするんだ。だからお前も死んでくれよ。やばい、どうしよう。待って、始まるのか。け、あ、あー、ひどいひどい。そうだ、子犬が部屋に行かなきゃ。あ、勝手に動いてる。私じゃない。え、そういえばお母さんが拳銃を隠してた。この時のため？なら私が持っててもいいよね。あ、あ、私になった。
丈夫。怖くないよ。何にも心配いらないよ。ねえ、だってこうするしかないものね。親父をイカれてると思うか、レイ。でもな、レイ、お前も一緒だ。部屋に逃げ込んでそんなものに話しかけてるお前はどうかしてる。その箱開けてみろ。ん？お前もやっぱりイカれてる。なんだその犬は、継ぎはぎだらけの死体だ。どうせその犬、お前がやったんだろう。引き裂いた腹を縫って、口を縫って、心地よかったか？違う。この子は私のものになっただけ。理想の私の子犬。ねえお父さん、私の私の理想の家族になって。大丈夫、私が直してあげる。その後、私はお父さんとお母さんの体を縫ってひっつけてあげた。仲良くぴったりひっつけた。そしてお父さんの悪い腕はぬいぐるみの腕と取り替えて、お母さんの口はにっこり笑うみたいに唇に糸を通してあげたの。それが理想のお父さんとお母さんだった。ずっと三人と子犬で遊んで楽しかった。だから警察がみんなを連れて行った時は悲しかった。そうなんだね、レイチェル、君の悲しみはよくわかるよ。ちょっとごめん、なんか寝てと、なんか泣けてきちゃった。我慢してたのに。でもなんか辛くない？もう。あと、もう一つ聞かせてくれないか？その後、君が入った保護施設でも小さな動物が死んだね。ちょっと待って、ごめん、泣いちゃう。ちょっと待って。はい、ごめんね、途中なのにさ。もうこれダメだよ、目の前がにじむもん。はい、それはなぜだか知ってるかい？君がやったのかい？ええ。ねえ、どうしてそこでも手をかけたの？可愛がっていたと聞いたよ。可愛がってた。うん、そう。すごく大好きだった。でもダメだったの。ダメだった？うん。欲しくなったの。家族にできたらいいなって、私のものならいいなって。
でもなんでかな、何もかもがうまくいかない。うまくいかないか。ねえ、君はもっと自分のものが欲しいかい？レイジェル、僕のお母さんは、したんだ。僕の目が母さんを殺したんだよ。ちょっと待ってね、また泣けてきちゃった。もうやめてよ。君の瞳は最後に見た母さんの瞳にそっくりなんだ。ダニー、お前もうやめろよ。もうちょっとごめん。暗くて静かで何よりも美しいあの瞳に、ちょっと本当ごめんね。僕は君の目が好きだ。僕は君の瞳のその暗い輝きが永遠になることを望んでる。君の望みを何でも叶えてあげられるくらいにはね。こんなもん見せて何だってんだよ。これで例のことを知ったってことになるのか。拳銃と針と糸、あの部屋の死体人形、レイチェル・ガードナー、レイ、ここはあいつのフロアってことか。じゃあそうだよな、ここの、行くか。これであの部屋に入れなかったら目玉野郎、マジでふざけんなよ。あ、待って、動けるようになった。待って、ちょっと涙を拭かせて。はい、お待たせしました。もう行こう。もう鼻ズビズビだし、本当にごめん。もうやめてよ、泣いちゃうよあんなの。さあ、開いてんな。はあ、はい、あ、レイチェルはいるよ、そのまんま。おい、起きろ。十分寝ただろ、起きろ。ジャック、ごめんなさい、私足手まといにならないようにって思っていたのに。うるせえ、なことはどうでもいいんだよ。いいか、レイ、答えろよ。このフロアに来た人間はお前がやるのか？おい、ちゃんと説明しろ。レイチェルに乱暴するのはやめてくれないか、ザック。危ねえな、てめえ。近づくんじゃない。君は本当に短絡的で醜いね。
先生。やあ、おはよう、レイチェル。君の代わりに、僕が君のことを全部ザックに伝えておいてあげたよ。はあってなってる。えって、はあ、ああ、そんなに暗い目をして今にも溺れそうだ。どういうことなんだよ。ここに来てお前のフロアで俺はお前にやられんのか。違うの、それは違う。ねえレイチェル、もう嘘はいけないよ。分かってくれよ、僕君の頭を打ち抜きたくない。おい、うるさい、黙れ。言ったろ、僕だって必死なんだと。ここで彼女に分からせてあげないと。それにお前だって知りたいだろ、化け物風情の癖をして。レイチェルは自分の理想の家族を求めて親をやった女の子だ。僕はそんな彼女のカウンセラーだった。そして彼女、僕が頼んでこのフロアの住人にした。まあ神父様はあまり気が進まなかったようだけど、僕は彼女なら大丈夫だと思ったんだ。あ、思った、ごめん、なんで勝手に勝手に言葉付け加えてた。それに何より、彼女の瞳を、彼女の永遠の孤独をどうしても守ってあげたかったんだ。でも彼女の心は壊れてしまった。知らない間にこの部屋に置かれた聖書の一冊で、ねえ、フロアの人間として使い物にならない君を配置することを、さすがに神父様は許してはくれなかったよ。ねえレイチェル、冷静な君がどうしてあんなにも心を乱したの？私の理想なものが欲しかった。出ないと許せなかった。でも聖書には書いてた。本当に許されないのは私だったの。だから普通の清い汚れのない人間のふりをして死のうとしたんだね。それがザック、お前ならレイチェルはできると思ったんだ。バカのくせに神に誓って、あまつさえ彼女の神様になったお前なら。でもレイチェル、君だってもう気がついてるんだろう。いくら聖書を読んでも、己の間違いに気がついても、本心は変わらないこと。心のどこかでザックを自分のものにしたいと思ってるんだろう。ああ、最低で最高だね。あ、またもうなんで打つのだから、ダニー、あんたが。でもダニー先生も嫌いじゃない。さあザック、道を選ぶ時だ。このままここでやられるか、例の神様降りて一人でここを出ていくか、どうする？もう真実は覆らない。レイチェルはもう戻れないし、どこにも行けない。結果的に彼女は君を騙したんだよ。レイ、ダニーの言ってることは本当か？そうだよザック、俺に嘘をついたのか。うんザック、
まだ私の神様でいてくれる。お前は自分のことを俺頼みにする気かよ。俺はお前の神様じゃねえよ。なんかじゃねえよ。ごめん。もう。素晴らしい。その通り。ご名答。さあ、レイチェル。これで君はいつもの君だ。望みは僕に言うんだ。何でも用意してあげる。そしてザック、君はもう行ってもいい。おい、好き勝手言いやがって。待って。レイチェル？私のしたことは汚れている。罪を犯した。それは知っていたの。私のしたことは知れているか。ごめん、どっちだ。どっちとも読めるよね。でもダメだった。罪だと知っているだけで。どうしてそれが悪いことなのかわからないの。ねえザック、ダメ？違うの？ザックは私の神様じゃないの？でも欲しいの、ザック。私の神様が。レイ、あれ、セーブは？ああ、レイチェル、君の目はその瞬間が一番美しいよ。あのセーブとか。ザック、すまない。君を逃がすと言ったが、ダメだ。僕の優先すべきは今の彼女の望みなんだから。ダニーの嘘つき、ダニーの嘘つき。え、さあ、生きるも死ぬも彼女を追いかけるしか道はなくなったよ、ジャック。追いかけるしかなくなったの？僕は彼女の望みのためにお手伝いさんにでもなるよ。くそ、待て。セーブしなくていいの？本当？信じるよ。キッチン、あ、こっちかな。ちょっとキッチンもチラ見しよう。あ、こっちなの？あいつどこだ？待って、もうごめん、我慢できない。セーブさせて。なんかボタン間違って押しちゃったらもう終わりだもん。この中だよね。でもこの中だよね。この中入った？おい、なんでまた水が溜まってんだよ。まさかこの中にいるんじゃねえだろうな。いや、私洗濯機の中だと思う。一体あっち。ふざけんなよ。今度はで、あ、やっぱりこれはザックには効かないね。あの野郎、待てって言ってんだろ。はあ、なっ、レイチェル、自分も逃げれなくなるのでは。ビビらせやがって。火なんか使ってんだよ。そうだよ、火はちょっとザックにはトラウマすぎて。回り込んで捕まえてやる。いや、ちょ怖い、嫌だ、はい。おい、いい加減にしろよ。3、2、どいて。あ、1、ああ、嘘。
い、これもダメなんだ。でもやっぱり火は嫌いなんだね。舐めてんじゃねえぞ。じゃあここにある仕掛けはもう全部レイチェルなんだ。この辛いピザもレイチェルが置いてたんだよ。ザック許せない、辛いピザなんて。あいつ自分の部屋に逃げ込んだのか。あーちょっと待って待って、あーええー嘘、待って、あれあれ、床のさひびがなくなってない。あ待って、床のひびがなくなってる。床のひびが、おい待てよマジで、あったい、危ない。これで、え、でも今なんか背中向けてんのがとっても怖い。部屋に向かってんだよ。今の狂ってんのか。いい加減にしろよ、ふざけんなよ、覚えときゃこのバカ。ああ、待って、最後はさ、あの、おい、どこまで逃げ回るつもりなんだよ。あ、やっぱり最後はそれだよね、この部屋。撃つか。それでザックは死ぬ。お前に殺されるんだったら先に殺してやるよ。それはもうダメなの、ザック。ダメだったんだ、最初からダメだったんだね。私、今でも私は死なないと、殺されないとダメだと思ってるよ。だけど私は汚れているから、きっと神様はそれすら望んでない。私はいらないの。それをね、殺してやるって神に誓ってくれたのはザックだった。でも神様はいないって分かって、そうしたらザックが私の神様になったの。レイ、聞け。何度も言うが、俺は神様じゃねえ。うん、分かってる、ザック。何を分かってんだよ。あ、嘘は暴かれて。あっ、びっくりした。私の神様は死んじゃった。おい待て、あーくそ、人の話も聞かねえで勝手に喋って、勝手に逃げやがって。ああまただ、ほうけるようになった。待ちなさい。待って、ちょっと神父様にもそろそろ助言を聞きたい。神父様？神父様のとこ行ける？ちょっと一回挟んどこ。今降りる必要ねえって言われた。どこ行った？でも、次は、下だろ？下だよね。で、開いてんな。あ、勝手に動いてる私じゃない。逃げてばっかじゃねえか、お前。なんか言えよ。もう君に話すことなんてないってことだよ。君にしては随分と隙だらけだね。てめえ暴れるなよ、すぐ死ぬよ。
レイチェル、少し時間がかかりすぎだ。君らしくもない。まあ化け物だものね。なかなか大変かな。でも大丈夫、この距離で頭をぶち抜けばさすがに死んじゃうよ。この野郎。ごめんなさい先生。レイチェル？レイチェル、ダニー先生、ザックは私が殺したいの。口で言って。ああそうか、そうだね。それに私も疲れたの。これで終わりたい。ダニー先生ごめんなさい、共には生きられない。もう殺して家族を作ったから、どうせ許されないからもういいの。私の神様以外なら何だって構わない。どうなってもいい。でもねザック、私最後にザックだけは自分の手で私のものにしたい。やりたきゃやれよ。死にたいだ、俺を殺したいだ、終わりにしたいだ。だいたいお前はぐちゃぐちゃなんだよ。そんなこと知ってる。じゃあバカ言ってんじゃねえよ。バカなつもりはないよ、本気なんだよ。本気でザックを。そうか。俺がお前みたいなガキ相手にやられるわけねえだろ。嫌だ嫌だザック。終わりにしたきゃ俺がやってやるよ。嫌だ嫌だ嫌だ。なんでだよ、お前が望んだことが叶うんだ。私を殺さないで、今のままの私を殺さないで。あ？だってもう私の神様じゃない。私の神様はもう私なんかいらない。私の神様は死んじゃったんだ。ああそうだ、お前の神様は殺してやった。俺が殺してやった。ああでもな、俺は死んでねえ。わかるだろう。お前を殺してやるって言ったのは誰だ。私の神様。違う。俺だ。俺なんだよ。他の誰でもねえ、お前の神様でもねえ。俺がお前を殺すんだ。でも私はおかしい、汚れてる。そんなこと誰に向かって言ってんだ。俺は殺人鬼だ。人を殺すのが好きで何人もやってきた。けどな、俺はお前やダニーみたいにグダグダ悩んで逃げ回ったりしねえ。
親だか神だか知らねえが、なもんのせいにして動くのって冗談じゃねえ。俺は自分が望むもんを自分で決めて動いてんだ。俺が俺ならお前もお前だろ。違うのかよ。私は私。そうだ、お前がお前なら自分のことは自分で決めろ。なあレイ、目の前の俺は誰だ？ザック。そうだ、神なんかじゃねえだろう。ザックは最初からザックだった。なあ、お前は狂ってんのに真面目すぎるんだよ。おいレイ、目の前にいるのは俺だ。それがわかるんだったらレイ、俺を望め。死にたきゃ俺に殺されると誓え。お前自身に、そしてこの俺に誓え。ちょっと鼻赤くなってんだけど。おい、いつまでも鼻水吸ってんじゃねえよ。でも鼻から勝手に流れて出てくるから、今の私もそうです。バカなこと言わなくていいんだよ。俺からここを出んだ、どうにかしろよ。うん。てかここはお前のフロアだろ。出口分かってんのか？実はここから上に上がる記憶はないの。ああ、マジかよ。興味なかったし、でもこのリビングに玄関がある。まあ、じゃあとりあえず玄関に行ってみるか。うん。ああ。待って、ダニー。おい。ん？ザック？ああ！よし、動かねえな。まあね、一回やったと思ってるからね。みたい。ああ、ダニー、ダニー。またやる？ごめん、もう一回。ダニー先生の目持ってけないかなって思って。ダニー先生の目持ってけないかなって思ってさ。
ちょっと待って、怖い。またさ、間違ってボタン押しちゃったらこのまますんなり出れるか分かんないし、喧嘩ってこれか。ちょっとセーブするね。はい、ちょっとぐしゃぐしゃだった顔面もね拭きました。ついでにここだかな。おい、ここのテレビはつかねえのか。つかない、すまねえな。おい、ん、この部屋に、あ、これかな、これか。あ、ここ壁じゃねえのか。間違ってなきゃ、ここは玄関だよ。ザック、強く押してみて。待って、あの神父さんにもう一言挨拶してった方が。ああ、あ、やっぱり開いた。ザック、別に切らなくてもよかったんだよ。うっせえ、開いたからいいんだよ。そっか、開いたからいいか。ちょ待って、神父さん、神父さん、あー、ダメか。はい、じゃあ行く。行き止まり。でも何かあるか、きちんと探してみよう。優しい、ヒントヒント、何かがあるんだよ。立ち入り禁止のバリアリール、ゴミ箱の中は空、段ボールにはゴミ、何にもない。ん、おい、何にもねえじゃねえか。そのゴミ箱の中、おかしい、そんなはずは。お前のフロアなんだろ、なんか考えろよ。ああ、レイチェルの部屋の窓じゃない？場所がある場所、あ、出口がある場所はどこかか。初めての音楽じゃない？待って、何この音楽、あったっけこの音楽。ああ、動けないよ、え、動けないよ。どっか行ったことのない場所とかこのフロアにねえのかよ。このフロアで、いや、ここ以外はトラップを仕掛けるのに隅々まで調べてるから。さすがだな、お前。動けないんだよね、動けないの。ああ、わけわかんねえ。そう、ゴミ箱しかないよ。誰か上から降りてきたこととか、ことねえのかよ。そんなはずがない。だってザックでもなきゃすぐにトラップで死ぬから気づく。だろうな。じゃあ誰も下に降りてこなかったんだな。やっぱわけわかんねえ。誰も降りてこない？それは。え？そういうこと？でもさ、これしかないよね。ここはすでに地上だったら、きっともうすでにここは地上。マジかよ。じゃあすぐ壁勝ち当て出ようぜ。え、あ、壁が崩れるだけでなんもねえぞ。ごめん、間違えたかも。え、ごめん、間違った？はあ？じゃあ考え直せよ。あ、ごめん、すでに地上じゃなかったんだ。誰も降りてこない、それは、はあ、おかしい。あ、これが、ごめん、みんなこれが当たりだったみたい。いや、それおかしい。だってダニー先生は外に出入りしてたんだもん。この部屋のトラップや家具は先生が外で買ってきて用意したものだから。ああ、どういうことだよ。ちょっと待って、考えるから。考えてる。今度はレイチェルが誰もこのフロアに外から降りてきてないけど、ダニー先生は外に出入りしてた。ということは B5
フロアが実は地上。ということか、実はここ B1 とか B2 とか言ってるけど、もうすでに全部地上で、 B5 が地上なんじゃない？いや、そうじゃない、別のフロアに出口がある。来た、ごめん、当たってる。これピコンって出たら当たりだから、このフロアとは別に出口がある。はあ、なんだよそれ。ザックがここに来た時、他の殺人鬼キャシーやエディはすでにこのビルにいた。ああ、おお、決めからほとんど果たさなかったけどな。やっぱりなら私はこのビルに最後に来たということだったら、でも上に登る登り方はないじゃん。でも最後に来たんならさ、下に出口があって最後に来たんなら、キャシーやエディに会ってるはずだけど、最後に来たなら。でも下に降りる、合ってる、これ合ってるから、みんなザック、下に降りよう。はあ、下に、多分下の B2 に出口、 B2 だった、ごめん、あれ B5 じゃなくてそっか、でも神父様のところってことか。うん、だからリーチェルは会ってないのか。わけわかんねえよ、なんでわかんだよ。この部屋に出口は必要なかったの。つまり私のこのフロアは一番後に作られたもののはずだとすれば、この部屋ができた時には外への出口はすでにあったということ。ザックも私もきっとそこから連れてこられたんだ。この部屋は外で私と出会ったダニー先生が神父様に頼んで後から作られた部屋なの。だから一階とつなげなかったんだと思う。降りてくる人、私が一度も見ていないのはその証拠だよ。分かってないよ、多分ザック、分かってない。よく分かんねえけど、下に降りればいいんだな。うん、神父様、地下に降りるためのスイッチならこのフロアのどこにあるか覚えてるし、それで大丈夫なはず。お前が言うならそうなんだと思うぜ。行くぞ。待って、神父様の問題が、はあ、スイッチは確か地下のオルゴールのあたりにあったはず。ちょっと神父様に、神父様いないよ、でも絶対いないよ神父様。どうした？降りるぞ。ザック、私一人で地下に行っていい？はあ、なんでだよ。ここに来るのは最後になるし、ここにお別れを言いたいなって思って。なんでそれで一人で行くんだよ。見られるのがなんだかちょっと恥ずかしいからかな。先に言っておくけどよ、犬はぶっ殺したからな。そうなの？ザックらしいね。ここで見張ってやるから早く行ってこいよ。すぐに戻ってくるよ。なんかフラグみたいなこと言わないで、レイ。はあ、はあ、はあ。降りる。
ルゴールの音、蓋開いてるのかな。いなくない、いない、神父様いない。